カウンターのドリブル仕掛けになります。やはりカウンターなのでできるだけ、まあ、相手がいる場合でもそうですし、いない場合でも、まあ、ゴールに向かいます。ゴールに向かうということは相手もそこにコースに入ってくるので、ゴールに向かうイコール相手に向かうことになります。向かうことによって相手がリアクション少し下がったりとか駆け引きしてくるんで、その駆け引きを見逃さずに次のタッチでかわし切る、シンプルにゴールまで向かうことが大事なポイントです。バモだけ。コナミ。